ロブ・フォントは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。マサチューセッツ州、レミンスター出身。ニューイングランド・カルテル所属。UFC 世界バンタム級ランキング4位。2011年、プロ総合格闘技デビュー。ローカル団体で11戦10勝の戦績を残し、UFC と契約。2014年6月5日、UFC 初参戦となった。 UFC175 でジョージ・ループと対戦し、右フックで 1RKO 勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年5月14日、UFC198 でバンタム級ランキング12位のジョン・リィヌカーと対戦し、0から3の判定負け。2017年7月8日、UFC213 でダグラス・シューバデ・アンドラージと対戦し、 ギロチンチョークで 2R1 本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2017年2月29日、UFC ファイトナイト、ブランソン VS、マチダでバンタム級ランキング12位のペドロムーニョスと対戦し、ギロチンチョークで 1R1 本負け。2018年1月20日、UFC220 でバンタム級ランキング10位のトーマスアルメーダと対戦し、 右ハイキックでグラつかせ追撃の右アッパーレンダでに、しこ勝ち。二千十八年七月七日、u f c 二百二十六でバンタム級ランキング三位の、ハファエル・アスンソンと対戦し、零から三の、判定負け。二千十九年十二月七日、約一年ぶりの復帰戦となった UFC オン、ESPN、オーバーム VS、ラザンストロで、リッキー・シュモンと対戦し、三から零の、 判定勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。2020年12月19日、約1年ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイト、トンプソン VS、ニールでバンタム級ランキング3位のマルロン・モライスと対戦。左ジャブでぐらつかせ、直後に右アッパーでダウンを奪いパウンドで1四個勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2021年5月22日、 UFC ファイトナイト、フォント VS、ガーブラントではアンタム級ランキング4位のもと、UFC 世界バンタム級王者コーディガーブラントと対戦し、スタンドの攻防で優勢に立って3から0の5、R 判定勝ち。ありがとうございます。